日高ボーイズさんはもう3回目、4回目ぐらいの取材だと思うんですけど、今日はチーム紹介をたくさんさせていただきたいと思います。まあ、前回引き続きいろんな皆さんのグローブとかみんなが練習してる姿とかたくさん動画出させてもらって日高ボーイズのいいところをたくさん YouTube の方へ全世界にアップしてと思いますので、皆さん元気、明るく、野球やってる姿見せてください。はい、はい、カッピーコーチの方、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ今日は全員グローブ紹介やるんで、グローブをきれいにしといてください。きれいに磨いといてもらってはい、じゃあ僕らもじゃあちょっと皆さんの練習に参加することもあると思うんですけど、足を引っ張るのに頑張りますので、31歳、27歳、22歳頑張りますので、よろしくお願いします。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 よーい、じゃあ一回しようエンジンしよう、エンジンしよう、エンジンしよう、エンジン、エンジン、エンジン盛り上げていこう。はい、一回みんなでエンジンしてタッチボール行こう。はい、よし、じゃあ一番声出せるやつ誰誰一番声出せる子誰、あ、こうか、最後何言ってる、いける、最後いける、はい、911元気出していきましょう。これいいよ。はい、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 
はい、はい、はい、OK、ナイス、はい、はい、はい、ダメ、ナイスボール、オッケー、ナイスボール、はい、ナイスボール、やばいぞ、ナイス、これやばいな、佐々木の置き場に足上げて投げてくれる、2人とも何キロくらいだよ、クラスは測ってないですけど、だいたい115から125、おお、いいね、いいね、名前お願いします。はい、土ひろきと言います。はい、日高ボーイズのいいところって教えてください。日高ボーイズのいいところは先輩後輩関係なく仲がいいところです。だからこうやって雰囲気のいいチームっていうか、はい、日高ボーイズっていうのはそういう印象があると思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お名前お願いします。はい、西田ゆうきです。はい、じゃあ日高ボーイズのいいところを教えてください。はい、声がたくさん出て活気があってやりがいのあるチームです。おお、じゃあたくさん元気出してるし、はい、いいチームっていうか、もうどんどん下級生たちがどんどん言い合えるっていうか、はい、もうそういうチームだと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お名前お願いします。まさき翔太です。はい、チームのここを見て、日高ボーイズのここを見てほしいっていうポイントってありますか？そうですね、3学年ともすごい仲良くやってて楽しい雰囲気で野球を楽しめるっていうことが魅力だと思います。和気あいあいと、さっきも食事していてもう変顔とかどんどん、ね、はい、出していくところ、はい、そういう雰囲気は結構見てて大好きなので、次も自分たちの代なのでこれから頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お名前を教えてください。富永健太です。じゃあ日高ボーイズのいいところを教えてください。いいところは先輩後輩の仲が良くて、指導者も丁寧に教えてくれることです。指導者がこうやってノックとか入って教えてくれてるのはめちゃくちゃいいことだし、多分自分たちにとって楽しいよね。はい、なのでこれからも頑張って続けてください。はい、はい、ありがとうございます。お名前お願いします。ルーキーです。日高ボーイズの入ったきっかけを教えてください。コーチ陣がとても優しくて、うん、先輩方も優しくていいチームだなと思ったんで入りました。こんだけ集まってグラウンドもいいし来れやすいよね、はい、なんでこれからもどんどん練習して頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お名前を教えてください。佐竹壮太です。はい、日高ボーイズ入ってどういった成長ができるか教えてください。そのバッティング技術の向上だったり、あとはその投げるのも速くことできるし、あと守備もいろんなことが成長できます。でめちゃくちゃ飛ばすじゃん。柵越えしてるし、もうすごいなと思って、これからもどんどん滑って頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。
るといいと思う。はい、下回れるんですか。そうっすね。そうっすね。ダブルサンドバッグ。ちょっと来てる。あれ、我々のストレス。マジっすか、あれ。ダメやろうって言いながら。なるほど、なるほど。うん、超いい、うまい。やっぱやらせたら、できる子できない子ってやっぱいますいますよ、体験できない。できないですか。難しいっ す、僕もやったりするんですけど、昼休みに、はい、でも全然あれっすね、無理っす。無理っすか。あ、難しい、意外とと思って一生懸命やればやるほどドズボにはまるあ、もしあったらぜひやってみてください。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、注目ですね、今映像にありましたこちら日高ボイスの鳥かごなんですけども、なんか以前来た時より増えてるし、ここ見てわかるんですけど、ブルペンが 1,2,3,4 箇所あるんですよ。でここは多分開放的なところなんで、あのピッチングなんですけど、この真ん中、今多分真ん中でバッティングしてる子がいるんですよ。そこは両サイドにあのブルペンがあるんですけど、真ん中空いてるんで、真ん中に今マシーンを置いてバッティング練習してます。しかも広くない？広いし、まあ多分まっすぐかな、まっすぐのバッティングなんですけど、まあ、とりあえず環境がいいね。とにかくね、練習環境良くて、向こう側なんかさ、無人でこう投げてくれるアームがあるんで、もう一人で練習できるみたいな、そういう環境であります。で今こっち側行くと、こっち側今建設中ではあるんですけど、サブグラウンドを今作ってるということで、まあ、監督さんいるんですけど、監督さんもやっていただいてますけど、どんどんこう練習環境が良くなると思います。家が食べたちっちゃいのお前残ってはい、いたわ。ドアップドアップチキお前の顔いい あれあ、これカットしないでくださいいくつかバカだけえめっちゃ前だ、全員全国何トークしんの。そう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 少し今日見切りパッと本当や。もう食べた？残ってる。まあ残ってますよ。切らしてるの。これ柵越えしたら僕が公式球を1ダース贈呈するっていう。マジで、はい、まあ、柵越えしないように、まあ、した方がまあみんなはわってなる。代償はでかいですけど自分が柵越えしたらって自分が柵越えしたら頑張ります、うん、
二打目、二打目。違うね。三ダースじゃねえか。あれ、四ダース。これはいったんでしょ。ひらがボーイズ最高。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。